お願いしながら写真を撮って金色のフレームのシールが出れば願いが叶うんだって。うっそくせえ、面白そう。えやってみよっか。ランが遅刻をしないおとなしい生徒になりますように。ランが宿題を忘れない真面目な生徒になりますように。腹いっぱいフライドチキン食べて。フレーム当たったのかな。あれ、ランは？あ、ラン当たったよ。学生の本文はお勉強だから、みゆちゃんもあやちゃんも早く帰ってお勉強しましょう。みゆちゃん、あやちゃん、人格変わっちゃってる。どうしちゃったの？なんだ？ラン、お前、一体どうしたんだよ？どうかしまして、お兄様。お兄様？ラン、わしがわかるか？お前、熱でもあるんじゃないのか？いやですよ、お父様。私は、寿家の伝統を守って、将来立派な婦人警官になるべく、勉学に勤しむ、娘のランですわ。あなた！清川！ランは心を入れ替えたのだ。いつかこの日が来ると信じていたのだ。この日のために買っておいたランの普段着じゃ。万歳万歳万歳。なんなんくなくなくな、正体分かってるのに。そうそう、痛い。姉貴を返せだっちゅ。そうよ。おごきげんよう、乙畑くん、麻生くん。いやぁ、なんなの、ランちゃん、その格好。どこかおかしいでしょうか。だって、っていうか、まあ、似合うといえば似合うかな。どこが。っていうか、それギャグでしょ。そう、どうもありがとう。